チャンネルアジアをご覧の皆様、こんにちは。著作家の宇山卓英でございます。朝鮮は一時期を除き約2000年間中国の属国でありました。主権を有していなかったわけであります。その彼らが戦後初めて主権を有した途端、むちゃくちゃ無法ぶりを発揮するわけであります。北は共産化をされ、北朝鮮が建国をされ、南はアメリカの使い走りとも言っていい李承晩が大韓民国を建国をいたします。主権がなく国家を運営したことがない、そういう経験がない彼らはですね、無法をずっと続けていくわけです。その無法ぶりというのが今日のムン・ジェイン政権にもそのまま引き継がれていると私は思います。かつてこの李氏朝鮮時代にも主権はありませんでした。イ・ソンゲたち李氏朝鮮の建国者は明に使者を送り、高麗に代わる新たな国号を要請します。明に国号をつけてもらうようにですね、彼らは要請をしたわけであります。この時2つの国号の候補がありました。1つが和音、これはですね、漢字で和み、和風料理の和ですね。それと丁寧の音、この和音というのは土地の名前でして、イ・ソンゲの出身地であると言われています。そして朝鮮ですね。この和音と朝鮮の2つをですね、当時の明王朝に差し出して、候補として差し出して、この2つのうちのどちらかを国号として決定してほしいと明の判断を仰いだわけであります。そして明の主元将孔武帝ですね、は朝鮮を使うように沙汰を下しました。それではこの朝鮮というのは国号と言えるのでしょうか。結論から申し上げて、これは国号ではございません。明は李政権に厳治朝鮮国事という称号を与えます。図 7-1 にこの厳治朝鮮国事というのが記されていますが、この言葉の意味なんですが、厳治国事は副知事や仮知事という意味で、厳というのは、日本の厳大納言などにもありますように、副とか仮とかいう意味があるんですね。ですからこの知事ですらなかったわけです。副知事や仮知事であったわけです。中国側はこの朝鮮というのを国号ではなくて地方名として与え、主権を持った独立国家としては認めなかったということが、この称号からもわかると思います。明の主元将孔武帝は李政権イ・ソンゲが勝手に高麗王を廃位して自分たちの王朝を作ったことに対し、大変不快な思いを持っていたというように言われます。この称号を朝鮮王の代理とする解釈がありますが、それは朝鮮側の勝手な解釈であり、王というような意味は全くなかったわけであります。さらに図 7-2 をご覧ください。軍国制という地方制度、これは世界史の教科書にもよく出てくる言葉でありますが、漢王朝の時代に作られた制度でありますね。地方に諸侯王や諸侯を廃止し、彼らに地方政治を委任するという制度で、この時配置された諸侯王は王という名前がついているんですが、実際にはこれは国王ではありません。地方知事というぐらいの意味であったわけです。で、呉や蘇などの七国は国と当時漢王朝の時代に称されたものの、国ではありません。これは国家ではなくて、実はこの国は両方の方、国、これでも国と言いますけれども、くらいの
意味であったというように言われているわけです。中国にはこうした軍国制のような伝統もあり、国や王たちがたくさんいたわけです。主権国家や国王とは意味が全く異なるものであります。李氏朝鮮の三代目の太宗が明によって後に正式に朝鮮国王に釈放されますが、これも軍国的な意味における諸侯王という扱いに過ぎませんでした。いわゆる独立した国王というわけではなかったわけですね。朝鮮の王たちは陛下、朝鮮語でペハと言いますが、この陛下と呼ばれることはなかったんです。一段格下のですね、長男と呼ばれていたわけです。殿下ですね、日本語で長男と呼ばれていた。でさらに、お世継ぎも大使、テジャと呼ばれるわけではなくて、一段格下のセジャと呼ばれていたわけです。セジャというのは世という字に子と書きまして、まあ、日本語では聖子と読みますが、聖者と呼ばれていたわけです。どうして彼ら国王がペハ、陛下と呼ばれなかったのかと、それは一国の主権を持った主ではなかったからなんです。ペハというのはこれは唯一中国皇帝だけであり、朝鮮王はそれよりも一段格下の中国皇帝に服属をする長男、殿下という存在に過ぎなかったということであるわけなんですね。さらに図7の3をご覧いただきたいと思います。この時代に活躍をした参謀チョン・ドジョンという人物がおります。彼は李成桂のイ・ソンゲの参謀でした。朝鮮を最初に言い出した人物であるのも知られております。中国にこの時代朝鮮は属国化をし、度重なる非礼と屈辱に憤慨をする気骨のある朝鮮人もいたわけなんですが、その代表格がチョン・ドジョンであったわけです。彼は朝鮮の自立を強く求め、両党征伐などもですね、発案をしております。高麗国史というですね、全37巻の書物も編纂をしております。このチョン・ドジョンという人物は大変有能な人物で、李氏朝鮮の建国当初の行政統治機構の基礎をほとんど一人で築き上げた人物なんですね。その彼がこんなことを言っています。劉邦、あの項羽と劉邦の劉邦のことですね。劉邦の参謀に張良というのがいますが、劉邦が張良を利用して王朝を創業したのではなく、むしろ張良が劉邦を利用して王朝を創業したのである。つまりチョン・ドジョンは自らを張良になぞらえていたわけなんです。そしてかつて高句麗が有していた遼東半島などを朝鮮固有の領土として、これを征伐しようと彼は考えたわけなんです。遼東半島というのはですね、今日では中国の一部です。しかしかつて古代高句麗王国の時代に、この遼東半島は高句麗のものであったわけなんです。でこの高句麗の後継者である高麗、そして李氏朝鮮は遼東半島を引き継ぐ権利があるというのがチョン・ドジョンたちの考え方であったわけなんです。このチョン・ドジョンの遼東征伐の考え方は当然中国を激しく刺激することになります。中国との対立が避けられない状況になっていくわけであります。このことについて後半で詳しく見てまいります。今回もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは
政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村晃祐先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授陣、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。